パトミレ、ディーラ・バイラ・マイは、旧ユーゴスラビアのコソボ自治州、ブリミ、イストク出身で、ドイツの元上司サッカー選手である。現役時代のポジションはミッドフィールダー。コソボのブリミ、イストクで、ユーゴスラビア国籍のアルバニア人として生まれた。1993年、両親と共に、ドイツのギーゼンキルヒエンに移住し、以後はドイツで育つ。1993年、 地元サッカークラブの DJKVFL ギーゼンキルヒエムに入団1998年まで在籍した。1998年から FSC メンヘングラットバフ派に移り、そこでは2004年までプレーしている。2003年 U-15 ドイツ代表に選出されたことで注目される。2005年には飛び級で U-19 代表に選出され、 同年開催の UEFAU-19 女子選手権に出場し、ベスト4を経験した。同年開催のスコットランドとの試合をきっかけに A 代表にも選出されるようになり、2006年までは U-19 代表と A 代表を掛け持ちする状態であった。2006年にはロシアで開催された f i f a u 二十女子選手権にも出場し、メキシコ戦で一得点。 スイス戦では2得点を挙げた。2007年のワールドカップにも出場2度目の優勝に貢献している。2008年には北京オリンピックに出場。途中出場中心ながら3位決定戦では62分からの途中出場ながら69分、87分に2得点を挙げ、銅メダル獲得に大きく貢献した。2009年には UEFA 欧州女子選手権で7度目の優勝を果たしている。2011年には女子ワールドカップに出場し、グループリーグ3試合に出場したが、準々決勝の日本戦は出番がなかった。2004年 FCR2001 デュースブルクに移籍、2007年女子 DFB ポカールの決勝戦にスターティングメンバーとして出場したが、1から1の末、 PK 戦を制した 1FFC フランクフルトが優勝し、デュースブルクは準優勝に終わった。同年秋には 2007FIFA フフ女子ワールドカップに出場、優勝を経験した。2008から9年度の UEFA 女子カップでは決勝戦に出場し、クラブ史上初の同大会優勝を経験した。また女子、 DFB ポカールでは2006から7年度以来の決勝戦進出を果たし、28分に先制点を決めた。試合は7から0で終わり、デュースブルクは初の DFB ポカール覇者となっている。2009年、バイラマイは3年契約のオファーを受諾し、1、FFC トゥルビネポツダムへ移籍、同クラブでも移籍初年度に UEFA 女子、チャンピオンズリーグで優勝を果たし、 2010年には FIFA フフバロンドールで女子部門2位となった。2011年 1FFC フランクフルトに移籍した。2014年パリ・サンジェルマン女子に移籍した。2017年2月28日現役引退を発表した。ありがとうございます。